野菜群に乗り込むぜって茨の城。あ、無視していったらいいのかも。無視して次のヒステリーガールさんのひまりさんとこに行こう。トイレがあるぞ。あれ？野菜群はここじゃないのか？茨の城がなんだっけ？茨の城の北だったっけ？間違えた。茨の城から来た方向。地図。茨の城を無視して、おお、やっぱり無視して上に行けばいいか。なんだ？おお、倒しとこ。こいつ倒して城の中をちょっと見て戻るか。うわうわ、ナイス。遅いな、やっぱり。どうすどうす、ロックされたの？もしかしてロックされたの？こっち。ボッコボコじゃないか。2対1だもんな。どうした？どんどんしつけが上がっていくよ。よくできました。さあ、何か。キーデジモン。マジか。もしかして俺はもうこの2体のデジモンになるしかないのかな。なんだ、バンデモンでも出てきそうだな。行くのやめた。そのうち血の滴る肉とかを持って中に行かないといけないかもしれないな。茨だからローゼモンかもしれないな。お肉、どうぞ。うまいか？満腹になった。しつけが下がってしまう。どうしよう。キノコだけ食べてろ。まだ減るの？肉。よし、これで体重プラスマイナスで。採取ポイントある。本当だ。デジストーン、デジライト、デジロック。これ以上持てません。さあ、この上だろ。やっとイベントかな。野菜群はどこに行ったんだ。野菜群はここじゃなかったのかな。西とか書いてるぞ。どこだ？南とか東。あれ、なんか見たことあるような、ないような。ないか。こんなところまでデジモンを連れてこずに一人で歩いてきたの？むしろ走ってきたの？あ、いた、エンジェウーモン。こんにちは。来たでー。何を言っているんだ？何を言っているんだ？記憶を奪われた。大丈夫か？どうした？私のパートナーがひまりが追いついたのだけど、そばに来ないでとどこかへ走ってこの近くにいるはずなの。一緒に探してくれるととても助かるわ。なんか片方じゃないか？気のせいか？ただの棒読みのだけか？どうした？発動したのか？発病か？って俺の演じるもんじゃないか。おい、通れないぞ。あ、移動だった。必死に上を押してた。緑地島、緑地島。なんかいる。トイアグモンじゃない。雪アグモン。雪見アグモンじゃないな。雪見アグモンは白いアグモンだしな。あれ、雪見ボタモンか。わからん、もうわからん。そんな亜種なんて覚えてないんだ。また。すぐだな。くるくるだな。
北か。ガードルモンだ。名前が全然思い出せない。動けない。助けてくださいか。つまり大事な部品がないのか。修理取ってほしい。任せといて。またハグルギア、どこにあるんだ。ハグルモンが持ってるのか。制御室、メールが来た。あ、こっちか。制御室行ってきますわ。極上肉20個のがつらいな。いた。でも先に制御室に行くよ。お、あー、やばいことになってる。ひまり、だからもう近づかないで。ヒステリーを起こすんじゃない。ひまりの火はヒステリーの火か。リカ、あなたの体から出てるの、それ。まさか無限ドラさんだ。あれか、マイナス思考になったら無限ドラマになるのか。いいな、みんなでマイナス思考になろうぜ。え、何？ネガティブに考えればみんな無限ドラマになれる。みんな強くなれる。ハッピーじゃないか。その喋り方、リカ大丈夫なの？なんか変？リカは全然平気。いつも通りだよ。もうダメだ。ヒステリーの日だよ。私だよ。あなたのパートナーのひまり。パートナー？パートナーだったらひどいこと言わない。そうだよ、全くそうだよ。感情に任せてむちゃくちゃなこと言っちゃダメだよ。言わないでしょう。暴走した。そうやってね、相手を傷つけることしか言えないからこうなるんだ。精神誠意、なんだっけ、心を込めて謝りなさい。これって一方地区の時のやつだよね。私の誠意、私が突き放したから。そうだよ、感情で動くからそんなことになるんだよ。感情で動いて正しい結果なんて絶対にならないから。いや、謝れよ。自分で頑張れよ。なんで自分のせいなのに他人に頼るんだ。謝ったらいいじゃないか。大好きだよって心から言ってあげればいいじゃないか。ああ、頭がすごい声になった。リカ、あー、あのあーは変換の間違いかな。声がどんどん地声になっていってるぞ。声がまた変わったぞ。画伯かな。何を投げたんだ。あれ、エンジェルモンが2人いるぞ。どっちだどっちだ。アドラーカブトニモンがすごく混乱している。12語った。10人なのに全然聞かないぞ。楽勝すぎて。続けてボコろうぜ。麻痺してる。強すぎて。何その技。麻痺しまくって、ああそれか、同じ技か。よし、この調子。まだだ。よし、行くぜ。よし、下か。下側はジョグレスできないから使えないのか。さあ二人で使おうぜ。とどめに使ってくれね。どういうことだ。あ、急に使い出した。ホーンバスター、ホーリーアロー、砲つながりだな。
うわー、オーバーキルしてるわ、かわいそう。エンジェルモン、お、もうすぐ力が勝手に500超える。ライトソード覚えた、ありがたや、ありがたや。卵に戻っちゃう。そうだよな、完全体になったらとりあえず究極体になる前に卵に戻ろうぜ。まあちゃんと謝ったからいいよ。次からは感情的に動くんじゃないよ。現実世界に帰れなくて妹たちが心配で焦ってイライラして八つ当たりして。八つ当たりとかマジクズだからな。ひまり、妹がいたの。そうだよ、うん、双子の妹でね、まだ小学2年生なの。うちはお母さんがいないから私が面倒を見てて。なんでお母さんいないんだ。きっとあの子たちお腹空かせてるだろうなって思ったら心配でたまらなくて。2年生だったら何でもできるだろう。でもリッカのことも大切だからこの世界を放っておくわけにもいかなくて。投げ出したよな、放り投げたよな、ほっといてとか言ってたじゃないか。デジタルワールドをちゃちゃっと救って急いで現実世界に帰ろうと頑張ってみたけど状況はどんどん悪くなる一方だし、リッカにはひどいことしちゃうし。で、本当ダメだね私。そうだよ、泣かないでひまり、私は大丈夫。あなたが助けてくれたから。あなたってどっちだ。あなたは俺のことを言ってるんだろうけど、あなたってこの会話で言うと絶対リッカのこと言うんだよ。リッカじゃないわ、ひまりのことだよな。そうでしょ、私に何かプログラムを。いや、ホーンバスターとホーリーアローでぶっ飛ばしたけど。 そういえばリッカが襲ってくる直前に君何かしたよね。何もしてないです。俺のせい？うん、おかげでリッカは異構築しなかったの。あ、教えるのね、普通に。試作型アンチプログラム、そんなのがあったんだ。でも呪いの発言を遅らせることはできても完全に消すことはできないんだよね。そうだよ。ということはリッカはまたいつ異構築してもおかしくないんだ。だから大切に育ててあげなさい。ひまり、私が怖い？いやいや、むしろ無限ドラモンになってくれたらすごく嬉しいよ。無限ドラモン強いからね。ないでしょ、リッカは私の大切なパートナーだよ。いや、むしろ無限ドラモンになってほしいんだけどな。もし今度異構築しそうになったらその時は絶対に私が止めてあげるから。それが全くこのストーリーを知らないまま無限ドラモンしたいなとか言って最初にトイアグモンを選んだらどうなってたんだろうか。なんか俺のデジモンが悪く言われてるって思うんじゃないか。休みなさいって殺すんか。ひまり、あ、卵に戻ってしまうの本当に。違った、俺のデジモンが進化したんだ。俺のデジモンが進化し、違かった、リッカだった。そう、俺の先を進みやがった。俺のデジモンが進化かと思った、リッカだったよ。進化したの？あ、可愛くない。ええ、そうみたい。体に力が満ちてくる。マジか、俺を抜かしよった。この力があればこれからは私がひまりを守ってあげられる。でもあと10日ぐらいしたら寿命で卵戻るよ。ホーリードラモンと無限ドラモンが戦ったらホーリードラモン勝つよな。タオモンドゲート、助かる。リッカ、町に戻って傷を治そう。確か進化したら体力は全回復するっていう、そんな
あれだった気がするんだけどな。ええ、そうね。気のせいか。いろいろありがとうね。一生ついていきたいくらい感謝してるよ。いいよ、いいよ。じゃあ今夜は俺の部屋に来るんだぞ。マッサージしてもらうだけだけどね。マッサージですよ、マッサージ。ハグルモンを探しに行かないと。ハグルモンどこですか？メイドが来てる。なんだ、ありがとうって。この豆をかよ。モッドシップ、あ、そっか。俺の手には負えない。また今度はデジモンじゃなくてコータが無限ドラモンになってたりしてな。無限ドラモンになったら強くなれたんだ、やったー、俺は足手まといじゃない的な。ところでどこだ、歯車はどこだ、制御室はどこだ。あっちか、あっちに行けるな。こいつは何アグモンだ。やっぱりトギアグモンの亜種だよな。行けなかった。トイレだと？トイレすぐそこあったよな。もうトギアグモンにぶつけてしまえばいいんじゃないか。トイレあったけど制御室がどっかわかんない。トイレあれば行きたい、あれば行きたいだけだ。まだ大丈夫。なんでエンジェルモンが下がるんだ。地図、こっちじゃないのか。トイアグモンはまた今度かもしれないな。トイアグモンじゃない、ハグルモン。制御室ないもんな。もしかしたら夜になったら移動するとかそういうのか。こっちでちょっと街を見てみようか。地図で制御室ない。多分そこなんだろうな。そこに行く方法がわからないからこっちに行くと。こっちに行って何もなければタオモンのゲートで帰ろう。え、そしてやつどこ行った。またいつでも来れるしな。びっくりした。うわーって。やっぱり何もなかった。つまり制御、あれ、ハグにもいるじゃないか。そこただの敵じゃないか。おい、ただの敵でした。このハグにもじゃダメかな。高っ、レベル高っ、レベル高っ。え、でか、高っ、レベル高くね。あ、レベル高いけど弱かった。雷が痛いのか。よいしょ、固まんかと思った。褒めるぞ褒めるぞ、どんどん褒めるぞ。くそ、ロードナインとモンとクレニウムになるのかもしかして。嫌だな。やっぱりこっから先は行きたかったら何か条件がないと無理か。そういうことだな。戻るか。あ、こっち行けるんじゃないか。あれ、そこ行けるってなってるけど、どう見ても行けないぞ。行けないな。何か条件があったらそっちに行けるんだな。戻るわ。戻って極上肉を上に行って、アイテムをいろいろ取ってこよう。良いか。いい知らせ。嬉しいの。そうか。
バトル強化アイテム、それはいらない。出張アイテム、みんな楽しまれそれだけかよ。どんどんスキルが上がっていく。薬、薬はありがたい、ありがとう。ホーリードラモンがいる。いいなあ、いいなあ、俺も早く進化させたいなあ。道具預ける。絆創膏が足りないな。10個ずつ。こんなもんか。おお、びっくりした。急に暗くなったから何事かと思った。なんだここ。そんなことよりもお肉、お肉を取って極上肉を植える。お肉をよこせ。1日で3個って。バイバーイ。耕したらどうなるんだろう。そうか、良いとか悪いとか種もに聞けばいいの。どういうことだ。間違えた間違えた。地図でトレーニングして、とりあえずヘラクルカプテリモンの ステータスに合わせよう。パートナー、ステータス違う。ヘラクルは攻撃が500以上。あ、近づく500以上あるじゃないか。あれ、ああ、こっちだな。オハニモンが全然わからないっていうな。もうわからない。いいか。適当にトレーニングして。強くなってよ。力強さ。HP 上げとくか。今日はもうトレーニングして、トレーニングして寝るか。お腹すいたのか。お腹すいたかな。あれ、お腹すいたかな。間違えた間違えてる。あれ、こうか。なんで片方だけ上げてんだ俺。お腹すいたかな。よし、これでいい。トイレは大丈夫だな。よし、じゃあ次。準備はいい？
た、オブノ。なんだ、疲れた。あ、疲れたのね。でももうすぐ、もうすぐ寝る時間じゃないか。で、寝て起きたらトイレとか。やっぱり、危な。で、あとちょっと修行したら。おー、失敗した。眠いと。間違えた。じゃあ寝て終わりかな。おやすみなさい。次はもっとなんとかだ、海岸か。まだ減りすぎた。ミクミク。ジジモンの家に行って、アイテムをもらって肉屋を見たら終わりかな。多分トレーニングしたから。やっぱり褒めとけ、褒めとけ。やった、ファニモンの体重、ファニモンの体重が分かるだと。いいのいっぱい食えたな。今回はなかなか。オファニモンの体重、パートナー52キロで、オファニモンは何キロだ。オファニモン、49、デジタケを取ります。デジタケを取ります。次からエンジェルモにはデジタケしかあげません。デジタケ、デジタケ2個しかない。なんでもいいわ。トレーニングはかなり上がる。適当な身を、あとそっくり。体重が増えたらダメじゃないか。ご機嫌になる。よし、幸せな気持ちになれればな。よし、こんなもんかな。次からもうお肉をあげないからな。誰かの存在を感じる。あ、すぐそこにいっぱい人いるしな。そらそうだよ、びっくりだ。もう取れる。お、極上肉4つ、状態完璧。バイバーイ。休憩しよう。